平泉。平泉は、日本の東北地方、岩手県南西部、古代の道の区国祝い群にある古くからの地名であり、現在の岩手県西祝い群平泉町の中心部にあたる。この地域一帯には、平安時代末期、欧州藤原氏が栄えた時代の寺院や遺跡群が多く残り、そのうち5県が、平泉、二国土、浄土を表す建築。 庭園及び考古学的遺跡群の名で2011年平成23年6月26日現地時間6月25日にユネスコの世界遺産リストに登録された。日本の世界遺産の中では12番目に登録された文化遺産であり、東北地方では初の世界文化遺産となった。欧州の入り口は白川関、福島県、北伊37度。 北限は津軽半島の外ヶ浜、青森県。北緯41度であるが、この日地点のちょうど中間に位置するのが平泉。北緯39度で、測ったように、遠距離にある。旅人の経験則で、距離感はつかめていたのであろう。北から旅しても南から旅しても平泉あたりで、皇帝上の中日が来る。欧州全体に、 仏国土の加護を行き渡らせるにふさわしい立地でもあった。世界遺産と関わりのある範囲で歴史的背景を外説する。平泉は北を衣川、東を北上川、南を岩江川に囲まれた地域である。この地を11世紀末から12世紀にかけて約90年間拠点としたのが藤原清平に始まる欧州藤原市である。 平泉という地名を資料的に確認できる最古の例は、東鏡の文字五年、1189年の項目で時期的に重なっている。その語源は、泉が豊富だったという地形的要因に基づく説がある一方で、仏教的な平和気球の理念に基づくという説もある。清平は、高和年間に平泉に本拠地を移し、成長となる平泉間。 平泉の立ち、原柳の御所遺跡を建造した。さらに、中村寺を構成する大河乱群を建立していったが、この時点の平泉にはその二つの建造物群しかなく、都市機能は、衣川を挟んだ対岸の地区にあった。中村寺根寺機動建立の頃を境に建造物は、南へと伸長していくようになり、二代、元平の時代には、平泉間での新しい中心地となる。 大型建物の新築、猛辻の混流や、それに合わせた、東西王子の整備などが割れ、都市機能が着実に整備されていった。三代、秀平の時代には、平泉間の大改築、無料公園の混流や、それに伴う周囲での新市街の形成など、平泉全体の都市景観が大きく様変わりした。初代から三代の、そうした変化を、順に、山平泉、里平泉、 都市、平泉と位置づける者も,もいる。欧州藤原氏は四代、安平の時に、源の頼朝によって滅ぼされ、平泉に込められた独自の仏教理念が引き継がれることはなかったが、平泉の建造物群については保護された。それに関連し、頼朝は平泉陥落直後、1189年に、中尊寺山辻の僧侶に対し、報告書の作成と提出を命じた。 それが、あずま文治5年9月17日上に収録された、自刀以下注文、自刀以下有文で、当時の平泉を伺い知る上での一級資料と評価されている。後の時代の火災などによって失われた建造物群も少なくないが、昭和から平成にかけての発掘調査などによって、寺院跡などが発見、復元されるようになっている。浄土思想は、 阿弥陀如来を信仰し、西方極楽浄土に往生することを目指す思想である。日本では特に、平安末期の末法思想の流行や、それを裏付けるかのように相次いが戦乱と、相まって、人々の間に浸透していった。ことに、平安末期の有力者たちへの浸透は、多数の雷合図の作成や阿弥陀堂の混流、浄土式庭園の策定などに結びついた。浄土式庭園は、 建造物群、池、橋などが織りなす景観を浄土と関連づけ、その存在を視覚的、体感的に認識させようとする鋭意である。欧州藤原氏の初代清平も仏教に深く、継投し、相次ぐ戦乱の犠牲者たちが、敵味方の区分なく、浄土に、往生できるように、中尊寺を建立した。その中で、彼が最初に建立したのは、他報道。 最初書院だが、そこで採用した様式は、京都などで一般的だった大日如来に見立てる密教系の様式ではなく、東アジアで主流となっていた様式、すなわち、ホッケ行に題材を取った、釈形法に仏病座の様式であった。この点は、平泉の仏教が備えていた自立性と国際性を示すものとされる。また、釈形法に仏病座の多方道は、 宇宙の中心を象徴するものであり、彼が幹線道路である奥大道沿いに傘外葉やガランを整備しようとしたという伝承とともに、清平が東北日本にある主の仏教王国を築こうとした意図の現れとも指摘されている。この時点での浄土思想は平泉における仏教思想の中枢を占めてはいなかったが、三代秀平の無料婚姻婚流に至って、 浄土教が、中心的地位を占めるようになった。その過程で、浄土思想と深く結びつく、建造物や庭園群が混流されるとともに、平泉は、仏教色の強い大都市として整備されていった。世界遺産の主要部分はそれらの寺院、後の数々によって構成されおり、かつて平泉に展開された仏教的な平等主義と、平和主義の理想を今に伝えている。平泉は 岩見銀山遺跡とその文化的景観や、木遺産地の霊場と山景道と共に、2001年に世界遺産の暫定リストに掲載された。当初の登録名は、平泉の文化遺産で京都に影響されつつも、それと非し修る独自性を持つ優れた地方文化を発展させていったことや、かつての重要な政治拠点でありながら、欧州藤原市の滅亡と共に、 その重要性を失い、開発にさらされることなく、当時の姿を保存している点が評価された。2006年7月の文化審議会で、世界遺産に推薦されることが決定し、登録名が、平泉浄土思想に関連する文化的景観と変更された。この名称は、同年9月の文化庁による再検討の結果、平泉浄土思想を基調とする文化的景観と、 微調整され、2006年12月26日に、最初の推薦書が、パリの世界遺産センターに提出された。この時の構成資産は、中村寺、毛辻、無料公園跡、近景山、柳の御所遺跡、タッコ国ク,クス、以上平泉町、白鳥館遺跡、長蛇ヶ原廃寺跡、以上欧州市、小津ラ村松園遺跡と、農村景観、一関市の旧県出り、 登録名にもあるように、周辺の自然環境と人員群によって浄土が再現された文化的景観としての申請であった。日本政府は以下の世界遺産登録基準に基づいて推薦した。具体的には基準は浄土思想に基づく独自の文化的伝統の優れた霊嬢である点に、基準は浄土思想を体現した仏教建造物群や庭園群に、 基準はホネテラ昭円遺跡周辺の農村景観が当時の絵そのままに残されている稀有な例であることに、基準は平泉の文化遺産が当時の浄土思想を伝えるものである点にそれぞれ適用できるとしていた。2007年8月27日から29日にはアイコモスの専門家ジャガスウィーラシン派が現地を視察した。彼はスリランカ人の美術師や考古学者である。 アイコモスは、その視察結果も踏まえて2008年5月に登録延期を勧告した。その勧告においては、保全状況などに問題がないとされた一方で、日本側が主張した4つの基準の適用については、すべて証明が不十分であるとされ、中国や韓国との比較研究も不十分とされた。同時に、むしろ寺院などの建築様式の独自性と、その影響関係を強調し、 構成資産を整理した上で基準を適用すべきではないかとの意見も付された。2008年7月の第32回世界遺産委員会では日本は前年に登録延期勧告を覆して岩見銀山遺跡とその文化的景観の登録を果たした時と同じように積極的な働きかけを行った。その時に示した補足説明では平泉の豊かな黄金が 黄金の国ジパング伝説のきっかけになったとされることや、戦没者の魂を敵味方で区別をせずに浄土に、シルベウとした、中村寺、及びその延長線上にある平泉の造営糸が、ユネスコ憲章の精神にも通じることなどを示し、逆転での登録を目指した。しかし、アイコモスの勧告を覆すには至らず、登録延期と決議された。 逆転を果たせなかった理由としては、すでに挙げたアイコモスの勧告内容のほか、シリアルノミネーション、連続性のある資産として旧物件を申請したものの、それらが個別に点在し、統一性のある文化的景観として説得的に提示しきれなかったことや、巻き返しを狙った日本政府の強い働きかけが2年連続となって反発を招いた側面もあったことなど、いくつか挙げられている。 日本政府が推薦して登録が認められなかった物件は平泉が初めてであり暫定リスト記載物件を抱えるあるいは暫定リスト入りを目指していた日本の他の自治体にも衝撃を与え関係者からは平泉ショックなどと呼ばれたりもした2006年と2007年に文化庁が全国の自治体に呼びかけた世界遺産候補の攻防を2008年以降に打ち切った ことと、この、平泉ショックを結びつける見解もある。登録延期が決まった直後、文化庁などの関係者は、2011年の最新議を目指し、他の文化遺産の推薦をそれに優先させることはないと発表した。推薦資産を浄土思想の建造物群だけに限定することについて、専門家の中には、平泉を過剰評価するものという意見も見られたが、 登録延期決議を踏まえて再検討をした結果、日本政府や岩手県はアイコモスの勧告に従い、基準に基づく推薦に切り替えることを2009年に決めた。そのため、登録名を平泉、仏国土、浄土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、変更し、アイコモスから除外すべきと指摘されていた、タコククス、白鳥館遺跡、 長者が原ハイジアとコツテラ村荘園遺跡の4件の除外を決め、残る6件の資産で再構成することになった。除外された4件は、平泉が世界遺産リストに登録された後に拡大登録を目指すことになった。ただし、コツテラ村荘園遺跡などは当初推薦要素に含まれていなかったにもかかわらず、文化的景観として推薦する上で必要な資産として国や県が 地元に打診して追加したという経緯があるために、地元の受け止め方は複雑なものがあったとも指摘されている。練り直された推薦書は2010年、平成22年1月18日に世界遺産センターに提出された。同年9月8日から9日にアイコモスの委員1、ワンリジュン中国が現地を視察し、その結果を踏まえて2011年、 平成23年5月7日にアイコモスによる勧告が行われた。それは登録を勧告するものではあったが、浄土思想と日本固有の思想の融合を示す遺跡とは認められないの御書遺跡を除外し、登録名から考古学的遺跡群を外すべきだとの意見が付けられていた。また、日本が主張していた登録基準の適用に対し、基準は認められないとした。 日本政府は浄土を地上で表現しようとした策定自体が国際的にも稀有なことと主張し、この基準が適用できるとしていた。しかし、アイコモスの勧告は同時期の朝鮮半島の庭園を根拠に世界史的意義について否定するものであった。平泉の文化遺産は2011年平成23年6月19日から29日に、 開催された第35回世界遺産委員会、パリで審議され、6月26日、現地時間、6月25日に、世界遺産リストへの登録が決議された。登録名の、考古学的遺跡群は審議の結果残されたものの、厚生資産から柳の御所遺跡が除外されることは、避けられなかった。登録を受けて、 岩手県知事の達祖拓也は世界遺産委員会の場でスピーチを行った。その中では以下のように2011年平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災から過月余りという時期に登録されたことの意義と感謝が表明されている。同年7月3日には中村寺で平泉世界文化遺産登録。 東北復興祈願今時起動参拝が行われ、そこで、達祖拓也により、東北復興平泉宣言が発表された。これは、世界遺産委員会でのスピーチと同じように、平泉総研の理念が、東北復興の精神的支柱となることを、復興に向けた決意や支援への感謝と共に示した、ものである。すでに述べたように、アイコモスの勧告の時点で基準の適用は、 否定されており、世界遺産委員会でもそれが覆されることはなかったため、基準の適用は、仏教思想や庭園づくりといった外来の概念が、神道を含む日本固有の習俗や自然観と結びつき、独自の建築様式の発展へとつながった点などが評価されたものである。基準は、それとも結びつき、仏教が普及する過程での地域的需要の一、 形態の霊障となっている点が評価された。以下に個別資産の概要を示す。なお、英語名及び世界遺産登録 ID は世界遺産センターが公式に示しているものである。中村寺は平泉町にある天台州東北大法遺産である。国宝の金色堂、重要文化財の共造などを含み、境内は国の特別史跡に指定されている。 世界遺産登録 ID は1277レブ -001 である。次元によれば解散は9世紀の縁人で、中尊寺の次号は、聖和天皇より可視されたものという。ただし、中尊寺の時間が整ったのは、12世紀の藤原、清平による、仮乱造英治である。清平は、前9年の役で父と、安倍一族、後3年の役で弟など、 相次いで家族を亡くしたこともあり、敵味方を区別せずに戦没者の魂を浄土へ導くことと、東北に優れた仏教文化を根付かせることを、目指伽んを建立した。清平は12世紀初頭に、多報道、最遺書院を建立したのを皮切りに、多くの建造物群からなる大伽藍を建立した。二階王道という巨大な道は後に、鎌倉の永福寺のモデルにもなったが、 それらの建造物群は1337年の火災であらかた消失した。金色堂は当時の姿のものが残っているが、本堂は1909年に再建されたものである。金色堂は国宝に指定されている阿弥陀堂である。藤原清平によって建立され、胸姫から1124年、天時元年に完成したことが判明する。高さ8メートル。 平面の一辺が約5.5メートルで道内外の全面に金箔を張り、柱や趣味団には巻絵、螺鈿、長金をふんだんに使った華麗な装飾が施されている。趣味壇状には阿弥陀如来を中心に多くの仏像を安置し、趣味団内部には清平、元平、秀平の見いらかした板タイやス平の子球が収められている。 このミイラの存在はかつてアイヌの習俗と結びつける見解も提示されていたが、現在では当時の京都でも見られた仏教の様式を取り入れたものと理解されている。当時の建造物群があらかた消失した中村寺にあって創建当初の姿を伝える貴重な建造物であり、2006年に行われた薪柱の年輪年代学による年代鑑定の結果からもそれは裏付けられた。 国宝の金色堂は現在コンクリート作りの福堂、鞘堂、大井堂で守られ、ガラスケースの中に収められている。これは1970年に建造されたものであり、室町時代中期に建造されたそれ以前の旧、福堂は、境内の別の場所に移築され、金色、堂福堂の名称で重要文化財指定を受けている。 結果的に登録に差し支えることはなかったが、アイコモスの韓国では、コンクリート製の新服道が、景観の新生成の観点から、若干問題視されていた。郷像は、清平によって奉納された、根子金銀あざ公書一最強、根子金銀寺公書一最強、国宝をはじめとする、社教群を収めていた建造物である。1126年、天治3年の、 中村寺落景岩門には二階河原武器鏡像一部とあり、当初は二階建てであった。1337年、光栄二年の中村寺本照明によれば、この年、中村寺の画乱は金色堂を残して消失した。現存する鏡像は平安時代の古材を採用して中世に再興されたものと推定される。今詩金銀あざ交一最郷などは、 現在寺内の三構像に遺憾されているが、共造の建物は重要文化財の指定を受けている。もう辻、もう辻は平泉町の寺院である。1226年の火災で多くの仮乱が失われ、1573年に完全に消失した。そのため、当時の本堂は残っていないが、浄土式庭園は特別名称に境内は、 特別史跡に指定されている。特別史跡と特別名称の二重指定は、国内には八例しかない。世界遺産登録 ID は1277レブ -002 である。海産は、縁人と伝えられるが、再高したのは、藤原元平で、当時としては、最大級の規模を誇る寺院であった。あずの、児童以下注文によれば、中村寺が、 自等4十四境、全貌3 0四余境に対し、毛辻は、同等4十四境、全貌5 0四余境とされていた。現在残る、浄土式庭園は、平安時代の様式をそのまま残すもので、特に槍水の遺構は、平安時代の様式を伝える、唯一のものであり、その規模の大きさとともに特筆されている。上行堂は、当時のものではなく、 1732年に再建された法業作りの道具だが、そこで毎年1月20日に行われる延年の舞。延年の舞は重要無形民族文化財となっている。世界遺産推薦にあたっても、当時の浄土思想を伝える無形文化財としての価値に触れられていた。漢字座用院跡は平泉町に残る遺跡で名称に指定されている。 世界遺産登録 ID は1277レブマイナス -003 である。二、自在応援は、藤原元平の妻によって混流された寺院だが、1573年に消失した。昭和時代の二度にわたる発掘調査、1954年から1956年、1972年から1977年、と、修復事業。 1973年から1978年によって当時の姿を忍ばせる庭園が復元された。毛辻とは南北道路を隔てて隣接しているが、その毛辻の庭園に比べ、優美ではあるものの簡素な衣装であることが指摘されている。現在も、元平の妻の命日である5月4日には、その死を悼んで始まったという、泣き祭り、泣き祭りという祭事が行われている。 無料公員跡は、特別史跡に指定されている巨大な、阿弥陀堂跡で、世界遺産登録 ID は1277レビ -004 である。東鏡は、藤原秀平が、宇治の平等院王堂を模して建立したと伝えており、1952年の発掘調査の結果もそれを支持するものであった。平泉で、京都の様式を全面的に模した寺院が、 混流されたのは、これが初めてで、京都に被験する、北の王都を建造しようという秀平の意図の現れと指摘されている。もちろん、浄土思想の色彩が強い平等院の模倣は、浄土を表現する意志の現れとも指摘されている。混流にあたっては、当初から西方極楽浄土が強く意識され、庭園、阿弥陀堂、背後の金景山が、 東西方向に並ぶように配置されている。その空間配置は世界遺産への推薦にあたっても浄土式庭園の最も発展した形とされた。近景山は平泉町にある標高98.6メートルの山である。2005年に史跡に指定された。世界遺産登録 ID は1277レブ -005 である。近景山は 欧州藤原市の都市計画において基準点を成したと推測されており、山頂の真南には、もう辻境内や幹線道路と直行する道路の橋が存在している。また、彼岸の時期に無料行員の道具を庭園の中島から眺めると、道具の背景で、近景山の山頂と日没が重なるように見ることができたとされ、単なる基準点にとどまらず、 西方極楽浄土を想起させる空間設計上も重要な位置を占めた。以下は、厚生資産の再検討や世界遺産委員会の審議の過程で除外され、今後の拡大登録を目指すことになった物件である。2011年に除外された柳の御所遺跡を除けば、いずれも2008年の登録延期決議後の再検討の中で、ひとまず除外され、拡大登録を目指すことになった。 海外の専門家らは2017年8月に柳野御所遺跡のみを拡張対象とするのが適切としているが厚生資産が平泉町内だけとなり西一町の連携に亀裂が生じるのを回避するために一括登録を求める方針を堅持している柳野御所遺跡は平泉町に残る史跡である1988年以降の調査で 堀に囲まれた敷地に大規模な建造物群跡や膨大な異物群が発見された。東鏡に記録された三代、秀平らの巨漢、成長の平泉いだった可能性が当初指摘されていたが、現在では初代、清平の時から使われていた可能性が高いとされている。なお、柳の御所という名称は、後代に、源義経にまつわる伝説が元になって付けられた。 ものと推測されており、欧州藤原氏の時代に由来するものではないという。世界遺産推薦にあたっては、欧州藤原氏の成長跡という重要性から、推薦物件に含まれていた。2008年以降の再検討でも除去されることはなかったが、2011年の世界遺産委員会では、浄土思想そののとの関連性は、規範として、登録物件からの除外が決議された。 宅国の岩屋は、平泉の南西に位置する寺院を含む史跡である。現在は、宅国西三寺があり、そこには伝承城、坂上田村丸に遡る岩屋美写門堂が含まれる。ただし岩屋美写門堂自体は191年に再建されたもの。また、岩屋美写門堂のある岸壁には、魔害物が刻まれており、欧州藤原市の時代には有力な寺院であったことが推測されている。 白鳥立遺跡は、欧州市に残る上官跡で、2005年に史跡、柳の御所遺跡、平泉遺跡群に加えられた。北上川の水運の要衝に位置しており、10世紀から16世紀にかけて、様々な建造物群が建てられていたことがわかっている。安倍氏、清平の母方の祖先や欧州藤原氏の時代の利用状況については未解明だが、 彼らに繋がる伝承を持つ中世上官の遺跡として、最初の世界遺産推薦時には、推薦物件に含まれていた。長者が原廃寺跡は、欧州市に残る寺院跡で、2005年に史跡、柳井の御所遺跡、平泉遺跡群に加えられた。約1000年前の寺院跡と推測されているものの、事後も建造者も伝わっていない。ただし、発掘調査の結果によって、 かなりの権力者が建造させたと推測できることから、安倍氏にゆかりのある寺院と考えられている。空間配置上も十分に配慮して建てられていたことが推測でき、平泉以前の東北の仏教文化を考察する上で重要な史跡である。最初の世界三審議2008年の時点では、平泉の歴史的背景との関連から推薦物件に含まれていたが、 翌年にかけての再検討の中で除外された。骨寺村松園遺跡は、一関市本寺地区に残る、中世の松園跡で、2005年に一部が、史跡に指定された。現在の地区名、本寺は、骨寺が変化したという説もある。藤原清平の時代、骨寺村の松園は、連光という僧侶の資料だったが、連光が、 中尊寺教像の別当に任命されると、教像の所領として寄進したという。この松園遺跡の特殊な点は、中尊寺所蔵の重要文化財、道の区国骨寺村絵図、仏の国本寺村絵図との関係にある。この絵図は、鎌倉時代の成立と推測され、あずま鏡の除雪とも一致する要素を含んでいる。 本寺地区は大規模な開発にさらされることがなかったため、今なおその絵図に描かれた、荘園景観と一致する景観を多く保存しているのである。この景観を構成する、山王屈、駒金神社、捨見武道跡、大師堂、洋外館跡など十一軒が史跡に指定されている。小捨村昭園遺跡が残る、本寺地区は、冬の北西からの季節風を防ぐための井グ 屋敷林を備えた農家が散在する景観など、昔ながらの農村景観が保存されている地区でもある。この、一の関本寺の農村景観、一の関本寺のの宇村景観は、2006年に重要文化的景観として選定された。最初の世界遺産推薦前には、中世の絵図の姿がそのまま残る地区としての、 特殊性が日本国内の専門家から評価され、文化的景観としての推薦に欠かせない要素として、国や県が地元に参加を求める形で、厚生資産に加えられた。しかし、2008年のアイコモスの評価では、松円遺跡の景観が顕著な普遍的価値を持っているという証明が不十分とされた上、中村寺教像と結びつきがあるだけでは、 上土思想と結びついているというには足りないとして、否定的見解が示された。この結果、2008年から2009年の構成資産の再検討の中で、推薦物件から一度除外し、拡大登録を目指すことが決定された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。